清原果耶、強すぎて、ずっと負け戦、中川博史と囲碁に、夢中、草薙剛、二人とも賢くて、大人。清原果耶、22、中川博史、25、が17日、都内で、映画、五番切り、白石和彌監督公開初日舞台挨拶に、出席し、主演の草薙剛、49、との思い出を語った。4度目の共演となった清原と中川は撮影の合間に囲碁を楽しんでわからないながらにハマってアプリとかでもやっていますと笑顔。清原は中川さんが強すぎてずっと負け戦でしたと悔しがった。囲碁シーンが多かったにもかかわらずルールがわからないし先生の指導も断っちゃったという草薙について、中川は、草薙さんはにこやかに覗いて、ゆっくり去っていきましたと笑った。草薙は、僕が先生の指導を断ったらしょぼんとしちゃったところ、二人が食いついてくれた。先生も喜んでいて、二人にありがとうと何度も言いました。二人とも賢くて大人ですよと褒めちぎった。さらに、市村正親、75、も、白石監督の作品は、血が出たり、グロがあるので、どこで切られるのかなと怖かったんですが、役衣装を着るとその気になっちゃって。相手は豪君だし、素敵な仕事はないと。役同士としても、市村としても豪君をなんとか助けなくては、と、ダブルミーニングでしたと共演を喜んだ。同作は、ある免罪事件によって、娘と引き裂かれた男が、父として、さらに武士としての誇りをかけた復讐を描く、感動のリベンジエンターテインメント。20年公開の、ミッドナイトスワンで第44回日本アカデミー賞、最優秀主演男優賞を受賞した、草薙、五郎の地で第42回アカデミー賞優秀監督賞。受賞し、同作が自身初の時代劇となる、白石監督がタッグを組んだ。